第5章法律行為第1節相続公序良俗第90条公の秩序または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とする。任意規定と異なる意思表示第91条法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときはその意思に従う。任意規定と異なる慣習第92条法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときはその慣習に従う。第2節意思表示心理留保第93条意思表示は表示者がその真意ではないことを知ってしたときであってもそのためにその効力を妨げられない。ただし相手方が表示者の真意を知りまたは知ることができたときはその意思表示は無効とする。虚偽表示第94条相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とする。第2項前項の規定による意思表示の無効は善意の第三者に対抗することができない。錯誤第95条意思表示は法律行為の要素に錯誤があったときは無効とする。ただし表意者に重大な過失があったときは表意者は自らその無効を主張することができない。詐欺または脅迫第96条詐欺または脅迫による意思表示は取り消すことができる。第2項相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては相手方がその事実を知っていた時に限りその意思表示を取り消すことができる。第3項前2項の規定による詐欺による意思表示の取り消しは善意の第三者に対抗することができない。各地者に対する意思表示第97条各地者に対する意思表示はその通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。第2項各地者に対する意思表示は表意者が通知を発した後に死亡しまたは行為能力を喪失した時であってもそのためにその効力を妨げられない。公示による意思表示第98条意思表示は表意者が相手方を知ることができずまたはその所在を知ることができないときは公示の方法によってすることができる。第2項前項の公示は公示送達に関する民事訴訟法の規定に従い裁判所の刑事上に掲示しかつその掲示があったことを官報に少なくとも1回掲載して行う。ただし裁判所は相当と認めるときは官報への掲載に変えて市役所、区役所、町村役場またはこれらに準ずる施設の刑事上に掲示すべきことを命ずることができる。第3項公示による意思表示は最後に官報に掲載した日またはその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過したときに相手方に到達したものとみなす。ただし表意者が相手方を知らないことまたはその所在を知らないことについて過失があったときは到達の効力を生じない。
第4項、公示に関する手続きは、相手方を知ることができない場合には、表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には、相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。第5項、裁判所は、表意者に公示に関する費用を予納させなければならない。意思表示の受領能力、第98条の2、意思表示の相手方がその意思表示を受けたときに未成年者または成年非後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法廷代理人がその意思表示を知った後はこの限りでない。第3節、代理。代理行為の要件および効果。第99条、代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。第2項、前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について順用する。